ハロー、ハロー。ハロー、ハロー。あー、来た。ハロー。ちょ、玉さん、俺のスキン見てくださいよ。あ、来た、来た。完全にオールドダウンロード。あ、これ名前なの？一番上って何なのかわからんかった。パスワード打っちゃった。何の番組？鬼ダサなんだけど。よし、入れた。やっと入れたよ、耳。名前変えてきました。ピガちゃん、頭になんかついてる、フラミンゴ。メンバー頭に葉っぱ生えてるよ。タイマーや。あ、友達帰ってきましたよ。タイマー？はい。え？あ、ね、捕まったのそれで。あ、そうです。やべえだろ、お前の友達。捕まったの？だから一人捕まって、一日くらいで帰ってきて、でもなんか、だんだんバレてって、なんかね、友達がなんか総入れ替えで、なんか一人ずつ消えてってるみたいな。やば。マロタ。さあ、それではこのゲーム始めましょうか。はい、ルール分かってない人いる？はい。お前さっき聞いてたんじゃないのか？俺の話を。なんかミッションクリアして脱出するみたいな。そう。じゃあ超簡単に説明します。まずですね、制限時間まず存在しないです。え？制限時間は存在しなくて、人狼側はワンクリックで市民のことをぶち殺すことができます。なるほど。で、そのクリックは一度使うと35秒間クールダウンがあります。なので連続で殺すことは不可能です。そしてエマージェンシーボタンを一人一回押すことができて、はい、それを押すと全員集まってそこで緊急会議が始まって、そこで今何人死んでるかとか生きてる人とかの名前が出てきます。はい。でそのエマージェンシー状態じゃないと、てか周回の状態になると VC はつけちゃダメです。喋れないです。で人狼側はもう一個右下にボタンが出てくるんですけども、画面右下にボタンが出てきて、そのボタンをクリックするとですね、好きな場所のドアを閉めれて、あと警報を鳴らすことができるんですね。人狼側は。はいはいはい。その警報の位置に行って市民側がその警報を解除しないと、死んでしまうので。だから強制的に市民の動きをコントロールすることができる。なんでそれをうまく利用して、自分が、なんて言うんだろう、人を殺した後にその警報を使って人狼、あれ？だねって感じですね。はい。まあそんな感じです、簡単に言うと。なんか途切れてたけど、まあ、なんとなくわかった。ああ、まあ行きましょう。やってみたらわかりますよ。とりあえずやってみようか。じゃあミートにするよ。で、お話タイムになったら VC つけていいんだよね。そうでござる。そうでござる。さあ、始まりました。これ初めてだな、クソガキクランで。これ喋らないの。クソガキクランからおしゃべりを取ったら何が残るんだっていう感じですけども、大丈夫かな、今回。待って、なんでこんな暗いの？つけなきゃいけないのか、まず。ユーズ。おー、なんかなった。え？なにこれ、え？体脂肪率？糖質？え、なにこれ、どうした？なんか健康診断されたよ、これ。何が起きたこれ？これタスクか？あ、これもタスク？あれ？これ壊れてるよ？これ壊れてるのを直すのかな？直さない。あれ？待って。何にもない。うわ、人狼来そうで怖っ。人狼、でも初心者かな？これは。あれ？これどうやって？あ、ペガサスだ。え？何これ？何この番号？わかんねえんだけど。何これ？適当に言ったらやばい。ペガサス、はぁ？はい。何が？お、コノヤさんが死んでますね。ちょっと待って。コネヤ死んでる。なんで？はい、死んだ人は喋っちゃいいの？ダメです。あ、死んだ人は喋っちゃいい。ダメだ。ダメらしいです。絶対ダメ、絶対喋っちゃダメ。投票してね。え、投票なんでしたの？二人とも。え？え、なんか出てきたから。なんか適当に。だから、これを押すと投票になって、その投票の票買った人が死んじゃうんで、画面左下の、スキップボート？スキップ、いや、スキップはまだ押さないでください。うん。まだ、で、まずコネヤさんどこで死んでたんですか？見てない、誰も。誰も見てない？見てない。多分、高木があれで真ん中の、死んじゃったから。どういうこと？俺？で、オメミとヌメも一緒にいたから。あ、一緒にいたんだ。TS さんも右側にいたの見えた。いたね。俺が、俺ペガサスと一緒にいた。でもね、TS がね、最初にね、元気を貸したんですよ。ペガサスとさ、電気をね、タモさんが一緒にいたってことはさ、電気を消したんですよね、誰か。嘘でしょ、TS じゃね、これ。電気を消さないと TS がしかいないですよね。俺がしかいないですよね。俺が電気消して、で、それで、ヌメモンとオミミとタモさんとペガサス一緒に行動してたんですよね。いや、違う、俺エマージェンシーボタンを押したのは高木。俺、途中から。タモさんの姿は見てないよ。俺、オミミと TS だけ。知ってる。だから、そう考えたら、おそらく、二人組じゃない？え、俺、ペガサスと会ってたよ。いや、待って、でもなんで TS は電気消したの？え？ペガサスの近くいたよ。え、自分は電気消してないっすよ。お前、怪しいんだよ。ペガサスとこれ TS 怪しいぞ、二人。え？いや、まず TS は真っ黒だ、絶対。いや、まず、もうマジで、まず電気消すのは人狼しかできないの。あれも妨害だから。じゃあお前消しちゃう。まず電気をまず消して周りが見えなくなったのは人狼。
それを僕は明かりをつけに行きました、一番最初にね。あ、つけに行った。あ、そうなんだ。いや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 。だから要するに、俺はどうすればいいんだこれ。そこの部分だけ見ると俺は人狼じゃないっぽい。まあ、一旦スキップですけど、おそらく。え、そんな嘘つけるでしょ。おそらく高木さんがエマージェンシー、高木さん殺した後にエマージェンシーを押すとは思えないので、うん、おそらくヌメモンオミミか、タモさんと、あの、タモさんとペガサスの一緒に行動している人たちが人狼なんじゃないかなと思う。でも TS のそれ、いくらでも TS が。これどうすればいいの？時間なくない？スキップ、スキップ、スキップ。けどこれも一人死んだらさ、同票になっちゃうから、やばいな。エマージェンシーすぐ押して、ちょっと誰か積んなきゃダメなの。もうミッドスモーシャル出してたね。さあこれ誰だ、怪しいの。エマージェンシーってどれのことなの。高木見てよ、高木。俺高木についていこう。なんでこいつ腐ったバナナが頭に乗ってんだよ。高木怪しいな。何してんだこいつら。お、あ、すごい、これで見れんだマップが。うん、で左上に、え、はい、どういうこと、どういうこと、ナイスエマージェンシー。どういうこと、どういうこと、誰か死んだ、どういうこと。ですね、今回のことを簡単に説明、タモさんたちに分かりやすいように簡単に説明いたしますとですね、はい、はい、まず僕たちの人数は7人、そしてその中に人狼が2人で、人狼と同票になったら負けなんですよね、はい、誰だよ投票してんのお前。人狼と同票になったら負けなんですよ。、うん、でコナヤさんが死んでいる。これコナヤさんは人狼に殺されたので人狼ではない。ああ、要するにまだこの6人の中に人狼が2人含まれてるんですね。ああ、の人狼が2人とも市民を1匹ずつ殺すと同票になってしまうじゃないですか。ああ、なのでそれでゲームオーバーになってしまうんですよね。というと、わかりますか、これは。ということは誰かを釣って人狼を、探り当てないといけないんですけども、本来であればなんですけども、あまりに非常に難しい、情報少なすぎる、情報少なすぎるよ。でもちなみにTS トールは結構このゲームやってるんですよ、うん、最初に電気消したのって、まあうまいやつがやるわ、はい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 、やってるやつしか分かんないやつなんですね。俺はですね、最初の方に電気を消すのは、まあ、あまり得策ではないと思ってまして、あれ、いや、電気を最初に消すとですね、怖いな、普通に人狼だったら。自分の周りの人間が見えなくなってしまうんです。はい、まあそうだね。そう、だからアリバイが作りにくく、なんて言うんだろうな、あれですね、それは警報の方が、警報ももう一個妨害があるんですけど、俺は警報の方がまあ主流かなと思うんですよね。まあ分かんない。いやでも、そう、なので、分かんない、それは。今回の、それ言われたところで分かんないからな。だからな、今回は、うん、おそらく DS さん。おそらくペガサス。ああ、でもペガスが電気つけたの。いや、わかんないですね。非常にわかりにくいです。DS だと思う。まだ情報量がないので、スキップして。DS 怖いんだよな、なんか。スキップして。じゃあ DS 中に。お前、黒いしな。で、スキップして。黙れよ、お前、マジで。ちなみに、俺か TS を殺せば、人狼一人は釣れるんで。俺か TS とどっちも釣ってください。どっちも、はい、まあそうかそうか、22で、いやもうな、どっちも釣るはもうできないのでは。じゃあ TS を釣ってください。どっちか釣るで、どっちか釣るで市民を間違って釣った時に、もう人狼が一匹殺したらそれで投票になるんですよ。なんで投票してんのみんな。終わりだ。最後4票入ってんの。終わりです。はい、負けです。ジンジン、お疲れ様でーす。やばい、臭いな、人に流される。お前らやから、お前人生そんなになってしまって、あ、すげえ。みんな俺のこと信じてくれ。嘘でしょ、バカやろ。え、嘘、え、何、あ、人狼ってこと。嘘でしょ。え、これまだ続くってことはペガサスじゃね。これペガサスだって。これだから喋っちゃダメだって。ん、今喋っちゃダメなの。お前が人狼でしょ。違うよ。はこいつ、もう高木、アホ丸出しやろ、お前。お、これ何これ。ちょっと、マジかよ。あ、これでいいのか。今、タスクを少しずつこなしてるけども、待って、これ一人行動やばくねえか、普通に考えて。どんだけタスクがあるんだ、これ。知らんぞ、俺。ん？お、これでいいのか。やばい。うわ、高木は大丈夫そうだな、なんか。嘘だろ、嘘だろ、高木かよ。いや嘘だろ。え、お前じゃなかったの。ティースしなかった。え、終わったんだけど、抜けちゃったんだけど。真の黒は俺なんだよ。ガブリンちゃん、ガブリンちゃん、なんか嘘だろ。え、最初さ、みんなの前でさ、全く操作わかんなくて、適当にボタンポチポチ押しまくってたら、なんかコノヤの頭引きちぎっちゃって。T
TS がやった後に高木は絶対やんないみたいな言ってたじゃん。なんか全部適当に操作してたから何もわかんなくて。わかる。全部適当に操作したらなんか。こいつ俺なんか警報鳴らしたし。なんか俺気づいたら画面見たらなんか死んでたの。あれ。コネア一番かわいそうなんだけど。なんかあんま理解しなくてまあとりあえずやろうと思ったらなんか。そういうパターン。気づいたら幽霊になってた。ちょっと待ってよ。それは予想外すぎるでしょ。最初。うまかった俺。幽霊状態よう殺したわと思った。幽霊状態でもミッションができ遂行できるのでですね、しっかりと遂行していただきたいです。あ、幽霊状態でもタスクできんの？ TS さんのぬるぬる考察 GG でしたね。TS じゃねえだ。ぬるかったですね、あなた方の。これさ、うん、この人数でさ、人狼2人って少ない？このメンツで人狼1枚できない、ね、7人は無理。ゴミでしょこれ。7人は人狼が有利なの、うん、1枚にしよう。確かに確かに、どこがでもいいですね。人狼1枚にしないとやつ。おー、1枚でいっちゃう。あ、始めますよ。はいよ、始めてください。さあ始まりました。今回は人狼が1人かな。よし、じゃあ誰かについていくか。コナヤについていこう。コナヤ、コナヤにべったりついていこう。てか俺はこれは人狼じゃなさそう。おい、コナヤ行くぞ。おい、行くぞ。ついてきた。まずはこれは何だろうな。特に何にもないやつかな。いや3人いたらもう余裕でしょ。ちょっと待って、この野があっちいた。なんか喋ってるやついるって。ミュートしてよお前。喧嘩すんね。申し訳ない。喧嘩なんぞマジで。おっと、これだ。この野、この野、これ伝わるかな。この野、この野伝われ。これあ、やってるか、なんかタスク。え、やばい、怖っ。こいつ TS 怖いって。うわっ、待って待って待って、やばいやばいやばい、あいつ怖い。あ、やばい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 、こいつ怖い怖い怖い。うぅ、怖っ。タスク、ここのタスク終わらせるか。え、これ何これ何これ。あー、ここで止めるみたいな。あ、ここで何これ何これ何これ、何、やり方わかんねえ。ここのタスクは終わってんのか。やばい、俺一人だ。怖い怖い怖い。俺何してた今。これなんかガソリンは、お、これでなんかタスク終了か。ガソリン入れる。あ、終わった。こういうのばっかなんだな。今何が起こってんのか全然わかんねえな。みんなどこだろう。一番やばいの一人ではぐれちゃうやつよな。よし、オッケー。なんかまだ誰も仕掛けてないけこれ。なんか、あ、ここか。ここに、あ、ここに繋がってたみたいな。おー、なるほど、繋がってたんだ、ここに。で、あ、矢印がある。これの通りに行けばいいんじゃね。あ、なんだこれ、ゴミ取り。やっぱりこういうやってる土地に殺されるみたいなね、感じか。え、人狼全然動いてなくね。怖っ、逆に怖い。てか、電気消されてるこれ。ん、誰これ。お耳だ、お耳。やばい、なんか怖い、あいつ。あいつリア強だからな。お、ここが治ったってことか。ポチ。あ、さっきのガソリンがここに来てんのか。え、誰。え、ペガサスでかげ TS が死んでる。え、嘘嘘嘘嘘嘘。いっぱい死んでる。なんで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 。はい、ヌメも怪しい。一番最初の話し始めた。これこれまずいいですか、私。うん、高木が、あの、うん、いじってたんよ、黄色いやつを。黄色いやついじってた時に、タモさんがずっと右側にいたよ、同じ部屋に。で、何してんだろうなってってずっと見てたのよ。見てたんだ。そう。で、だからタモさんが怪しいんじゃないかなって思って、うん、高木が、そう、あの、ずっといじってたのを見てたんよ。確かに、ヌメも最初にこれ、人狼やと言ったタモさんが確かに怪しい。ちょっと待って、ちょっと待って、俺は、私はタモさんじゃないか。電気の部屋でしょ、電気の部屋みたいな。え、電気の部屋っていうか、左下ですね。で、その後、高木が右上で、いじったのを見たよ。え、じゃあ生きてんじゃん、高木。その間に、だからなんでタモさん、え、じゃあ、タモさんにしてもらうんですよ。なんで高木がいじって、黄色いやついじってる間。え、この矢じゃない？いじってたのは。いや、殴るぞ、殴るぞでしたね。殴るぞだった、うん、俺は最初、タモさんとコネア、コネアがついてたのか、タモさんがついててなのかわかんないけど、うん、まあ、ついてってて、え、じゃあ、え、ちょっと二人行動してるから、ちょっと私も後ろからついていこうと思って、タモさんとコネアをロックしてたんだけど、その後コネアから離れて、
高木の部屋にタモさんがいたんよ。だから私タモさんとりあえず殺すときも。怖い怖い怖い、この人嘘ついてる。タモさんか。ちょっと待ってみんな聞いて。タモさんかのね、もんな。いいですよ、じゃあまずタモさんに聞きましょう。俺コネヤとさ、コネヤと同じ部屋に入ってさ、左の方のなんかタスクやってたじゃん、コネヤが。わかる？光ってたところ。最初左下のとこ2人で行ったじゃん。わかんないです、覚えてないです。お前についてっただろうが。いや覚えてないっす、ね、人についてく意味もないんですよね、怪しくないのに。この屋になんかここでタスクできるよって合図送ってたんだよ、ガチャガチャガチャやってて。わかんないそれを見てなかったのか、お前。わかんないっす。それで、あ、もうなんかこの屋だから次、うん、私釣ってもらっていいから、さどタモさんは釣ってほしいかなって感じ。ちょっと待って待って待って、どっちがこれさ、だから4人だから人狼って死ぬことあんの？これってどうやってあれ投票とかあれなんですか？これ投票していいの？え嘘でしょ？どっちだどっちだ？あ、タモさん死んだ。マズってさ、あ、そっか。喋っちゃダメだよ。マジか、絶対これヌメモンにやられたわ。いやー、これはもう、タスクこなしてくしかないでしょ、あとは。新人だよ、このやとおみ。いや、おみみとヌメモンか、これ。多分そうだよな、絶対そうだよな、そんな気がする。これはこれ何なの、これマジでこれ何なの、意味がわからん。これおおみみディフィート、よう勝ったわ、よう勝った、やったー。おみみ、えおみみだ、おみみ、タモさん、ふざけんなよ、マジかよ。え、待って待って、タモさんマジっすか。よくやったの、お前。どういうこと、え、どういうことよくわかんなくて、で最初誰だっけ、ペガちゃんだっけ、違うな、うん、俺が死んだ、そうペガちゃんで、ペガちゃんが目の前にいて、なんか あなんかボタンあると思ってバカ無双してるやん。そうあ、こあなんか出てきて、あ、ここ押したらなんかなるかなと思ったら、それじゃペガちゃん頭なくなっちゃって、あ、やばいと思ってこれここあうちなんだってそこで気づいて、でとりあえず回って会うたび会うたびの人をめっちゃ頭全部もぎってます、やばいなんでヌメモンさ、おかしくない？だって俺高木といなかったよ。え、なんか高木の、え、でも高木いたくない、右側に。え、てかタモさん普通にヌメモンに疑われた時の芝居が下手くそすぎません？それで人狼かと思った、なんかそうでしょ、クソ芝居が、え、やばいっすよ、タモさん。芝居じゃなくてガチじゃん。芝居じゃなくて、え、普通にやばいっすよ、タモさん。めっちゃ芝居っぽかった。芝居っぽかった？嘘でしょ？え、マジでやばかったっすよ。俺、普通に喋ってたんだけど、俺。え、やばいっすよ。いや、これはもう勝ったなって思っちゃった。タモさん、めっちゃ驚き勝ったが、なんか、人狼っぽく。え、絶対この人この人みたいな、びっくりしましたもんね。そう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 、最初に、なんか私。そう、この人やばいです、この人やばいです、そう、私がタモさんのこと疑った時に、いや絶対ヌメモンだって言ったから、いや、あれはふざけてたよ、ふざけてたよ、お前。そういうあれかって思って、オミミまさかの無双してたの、おもろすぎです。すげえ、それは確かに。オミミ何も言ってなかったの。まあ確かに確かに、オミミキャラ的に何も言わなさそうと思っとったけど、なんか2人目殺したあたりから、あ、やっぱうちなんだって確信を持って。待って、俺はシラフの、ちょっと待って、テンション下げた方がいいのかな、もしかして。もう俺絶対弱いやん、このゲーム。絶対弱い、高木。見たことないわ、ほんまに。高木入って。